皆さん、こんにちは、こんばんは。レイコドリームのレイコです。はい、今回は、初めて、いや、アクセサリーとしては、初めてかなと思います。で、花材を使った、ボミーフックを作りたいと思います。ちょっとね、ボミーフック、初めてなんで、ちょっと、緊張して言うんです。すごく。まあ、頑張っていきたいと思います。で、こちらのボミ、材料とかしますね。焦ってる。こちらの、ボミーフックは、去年、だったかな。うん、去年の、かくや工房さんの、福袋に入って、たような気が、します。これね、2個入ってたんですよ。なので、作りたいと思います。はい。そして、あ、ダメだ。もうこの時間、あくびが出ちゃうんですね。はい。材料紹介で、モールドは、オーバル型の、ここと、ここ、確かね、ここと、ここの大きさが、同じだったような、気がするんだけど、確か前作った、だったと思います。ちょっとやってみましょう。で、花材は、ポポットさんで購入、あ、じゃ、ポポットさんじゃない。これは、メルカリで、購入した、スターフラワー、ミニだったかな？はい。のセットを使いたいと思います。で、今回はちょっと、大人っぽい、って言うともうね、決まっちゃうんですけどね、くすみ色っていうのが結構、ちょっと決まっちゃうんですけど、ちょっと大人っぽく、作ってみようかなと思います。はい。ではよろしくお願いします。で、ちょっと待ってね。このスターフラワーミニと、どうしようかな。スターフラワーをポンポンポンと入れちゃうだけがちょっとね、つまらないので、パールにしようか。どうかな？ダメだ。お、で、あくびが出るわ。やばいわ。ね。じゃ、これとですね。どうしようかな。金箔の方がいいかな。金箔を、ちょっと間に入れていく。ちょっと待ってね。ちょっと持ち上げます。金箔は、私、最近っていうか、前から思ってたんだけど、金箔とかもさ、お店によって、色がさ、違うじゃないですか。ゴールドでもなんかこう、キャッチーゴールドとかってありません？なんか私たちそう思うんですよ。これ、シェル入れてもきっとね、目立たないかな。お花で。よいしょ。すいませんね。
あ、あ、ちょっと、ちょっと。うん。はい、すいませんでした。で、金箔ってこちらでーす。これはプチプラさんで購入したもので。はい、プチプラさんです。もうね、プチプラさんも買ってないな、いろんな。なんかそう、あっちもこっちもいろんなの買うと、もう私ね、手が、いろんなのに、もう、手出したとほんとね、辛いので、もう、ネイル用品は、買うのはやめました。ただ、こういうね、ゴールドとか、あと、例えば、まあ、ドライフラワーとかさ、シェルとか、そういうのは、買うかもしれないけど、まあでも、今のところ、やっぱね、私がね、一番感じたのは、ゴールドとかって、アマゾン、とかで買うとちょっと良くないかなって気がする。やっぱね、ネイル用品のとこで、ネイル専門店っていうのかなって買った方がいいような気がします。それではまず、あ、ごめんね。それではまず、あ、そうだ、ごめんね。立てんの忘れちゃった。開いてた。これ開いてるんだ。あ、そっか、こっちが、こっちが開いてないんだって。レジンによって違うよね、やっぱね。あ、そう、こっちが開いてないんだ。こっちが開いてない。あれ、開いた？開いてない。穴が見えない。ごめんなさい。あんまりね、気にすると、太くなっちゃうので、なんかまだ開かない感じだ。切れた？ちょっと待って。ちょっと待って。あ、切れた。まずレジンやって。鼻を浸して、浸すために必要なので、お鼻をね、そうすると、気泡がもう、すぐ取れたりするので。はい、そしたら、お花を使います。で、お花ね。意外と、このくすみ系は、口があったりするので、これと、それと、どうしようかな。どうしましょう。
交換？ちょっと待ってね、このレジンがついた状態でまた鼻を触るのはちょっと良くないから、きれいに、で、まあ、よし、ちょっとこのぐらいにして、で、と、まず、この、中にレジン液を入れます。オーバル型ね。で、嘘。で、あ、そうそうそう。こうやって、で、あんまりね、ギッちゃうとね、花びらが取れちゃうので、ちょっと待ってね。ちょっと。よいしょ。あくびができた。すいません、あくびだけ。で、まず、で、で、そしたら、うそ、結構、え？いや、こっちだよね。で、そしたら、このね、よいしょ。え、これ当ててなかったっけ？え？使ってたよね。そうそう、ネイル専門店と、違うんですよ。で、Amazon とかで売ってる、本当に安いものって、なんだろう、ゴールドの一つ一つが結構大きいんですよね。で、こういうネイル用品とかだと、意外とこう、小さく切ってあるので、やっぱりほら、ネイル用だから。だから、そういうところで買った方が、いいかもしれないですね。
かわいいのよね。ボミフックなんて私、作ったことないからさ。で、こうやって、待ってね。ちょっとかかとだけを整えて。よし。で、気泡。で、切り、仮硬化します。よいしょ。仮硬化します。ドキドキ。これで一回仮硬化して硬化しますね。いやー、私もさ、今ね、血圧もちょっと高めで、まあ、ちょっとこう動いたり、やっぱりどうしてもね、血圧が上がっちゃうんですけど、ちょっと高めなんですよね。で、はい、これじゃあ硬化します。ちょっと一回切りますね。はい、ちょっとね、まだ硬化中なんですけど。いや、私のさ、体調が、最近ちょっと、ね、血圧がちょっと高くなってきてるっていうのがあって、もう、今血圧の薬。飲んでるんですよ。で、血圧の薬って、もう一回飲み始めたら、やめられないってよく言うんですね。なので多分もうその薬も、やめられなくなっちゃうし、もう何より一番、ショッキングなのは、やっぱり、糖尿病。私の、実は私の友達ら、知り合いやらみんなね、糖尿病で亡くなった方が多いんですよ。糖尿病ってやっぱり一回なっちゃうと、それを悪化すれば、例えば足に壊が来てたとか、あとは、そうなっちゃえば足切らなくちゃいけなくなっちゃうし、で、それか、もしくは、まあ私の知っている中だけなんですけど、目の視力がどんどん悪くなって、目が見えなくなるっていうこともあり得るんですよ。で、あとは例えば、腎臓が悪くなって、人工透析とか、もうね、そういうね、私の周りに、糖尿病関係の情報は、いっぱい立った私の周りにあるので、すっごい怖いんですよ、実は。なんですけど、まあ、ね、どうすればいいのか。まあ、なんか先生が言うのは本当に軽度だから、本当に軽いから、今のうちに、なんだっけ、食事の調整よりまあ、やらないと。で、今度なんか、内科の先生と一緒に、栄養士さんも、来るらしいんですけど、私、実は、今、在宅医療を受けている前って、女子と女子以来、
新宿にあるんですけど、女子医大に通ってたんですね。で、もう私もう足の痛み止めで、眠気がひどくて、もう帰るのも、もうふって寝ちゃったり、エレベーターの前で並んでて、ふって寝ちゃって、みたいな誰もいなくなってたりとか、してて、そういう状態になっちゃったので、もう通えるのが厳しくなったなっていうので判断して、在宅医療にさせてもらったんですよね。で、今も病院を伺って、見つかって、まあ、おかげさまでいい先生に巡り会えたんですけど、その先生も、おっとりした先生で、うち母が山じゃ、な、じゃ、宮崎で、父が鹿児島なんですね。で、二人とも、九州生まれなんですけど、で、在宅のに来てくれる内科の先生が、実は鹿児島の出身の方で、通りで雰囲気がね、父と母に、なんかこう、ま、母、父、なんか雰囲気がね、雰囲気がなんか似てて、なんか意外とこう気さくな先生だなっていう、で出会ったんですけど、もうその先生ね、で、まあ、いろいろあったんですけど、出会った途端喘息だって言われて、精神内科で受けたのに、喘息だって言われて、即喘息の機械持って来られて、あれよあれよという間に、酸素注入が始まって、っていう感じだったので、最初すごい疑ってたんです。疑ってかかってて、まあ、病院も、ちょうど、大塚って言って、うちの、まあ、どうですね、3駅先ぐらいの、そういう場所なので、まあ、行ってみようかなとも思うんですけど、一度。だけど、ちょっとこう、なかなかね、傷があって、話が長くなりましたが、ちょっと進めたいと思います。はい。で、こちらで、効果し終わった後に、もう一回レジン液入れて平らにしました。で、これはこのまま置いといて、で、今度は土台。で、このままでもいいんですけど、なんかこのまんまだとちょっと、かなって、思ったので、土台を今から作ります。これじゃちょっとダメか。土台をね、今から作ります。で、土台を、何色にしようかな。まあ、もう取れるんですけど、こんな感じです。で、金箔がちょっと入れたので、ちょっとこう、キラッキラしてる。ね。まあ、これがいっぱいかなと思ったんですよ。それで、このままでもいいかなと思うんですけど、あ、まあ、このままでもいいのか。色しない方がいい？なんかさ、なんか、どうしようかな。まあ、ゴールドで、こんな感じになるんですけど。あ、ちょっと、やめときましょうかね。長くなっちゃうわ、そういえば。つい、やり始めて。すいません、ごめんなさい。ちょっとここまでにしときます。また次回ね、ちょっと考えて、
背景をどうするか決めておきます。はい。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。かわいいですね。大人っぽいくすみ色を使ったので、意外と綺麗かもって。かわいい。ね。はい。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。それでは次回の動画まで。またねー。